ナンバーアンダーラインアイ、リーズと慎重さで比較され炎上。感動のパフォーマンスの裏で起きていた悲しい現実とは、SNS での心ない言葉がアイドルを傷つける、私たちにできることは、2024年8月22日に放送された NHK ミュージックエキスポ2024では、アジアを代表する人気アイドルグループ、ナンバーアンダーラインアイ、リーズ、そして w ェ v ブイが一堂に会し、 ファン待望のコラボレーションが実現しました。番組内で披露されたダンスパフォーマンスは、視聴者を魅了し、SNS 上でも多くの絶賛の声が上がりました。しかしながら、番組終了後、一部の SNS ユーザーによる、比較いじりが物議を醸し、特に、ナンバーアンダーラインアイのメンバーが、リーズと並んだ際の身長差を揶揄する投稿が波紋を広げました。このような状況は、 現代のエンンンターテインメント業界ににおける課題を浮き彫りにしています SNS の普及に伴い、アイドルの容姿やパフォーマンスに対する批評が、より公然と行われるようになりました。特に、今回の放送では、各グループのメンバーが並んだ際の慎重さに注目が集まり、ナンバーアンダーラインアイのメンバーが、リーズと比べて小柄であることを理由に、彼らを貶としめるような発言が相次ぎました。 リーズのメンバーの中には、身長 180cm を超えるものも多く、特にチョンソンちゃんは 186cm と非常に高身長です。一方で、ナンバーアンダーライン愛のメンバーの身長は平均的であり、その差が SNS 上での話題となりました。このような、比較いじりに対して、両グループのファンからは反発の声が上がり、他者を侮辱することで得るものは何もないといった意見が多く寄せられました。 あるファンは、リーズの高身長は事実だが、それを理由に他のグループを見下す必要はないと述べ、また別のファンは、彼らが披露したパフォーマンスはどれも素晴らしく、お互いをリスペクトしていることが伝わってくる。身長さなんて、些細なことだ、と擁護しました。このような反応から見えてくるのは、アイドルに対する評価が、単なる外見や身体的特徴にとどまらず、 彼らのの人間性やパフフォーマンスの質を重視すするる方向にシフトしているといととうことですしかしながら、SNS の匿名性が高いために、軽率な発言や他者を傷つけるようなコメントが容易に拡散されてしまう現状は、依然として大きな問題です。特に、若年層のユーザーが多い SNS では、そのようなコメントが彼らの価値観に影響を与える可能性があり、教育や啓発活動の必要性が叫ばれています。 一方で、今回の n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4における3グループのコラボレーションは、アジアのエンターテインメント業界における新たな潮流を象徴するものであり、その成功は多くのファンに希望を与えました。特に、No.1&i の楽曲をリーズと WayV がカバーするという異例の展開は、彼らの楽曲がいかに広く受け入れられているかを示すものであり、 同時に彼らの海外進出への意欲を感じさせるものでした。このような成功は、アイドルグループが国境を越えて活動する時代の到来を予感させます。以前は、国内市場での成功が最優先されていたアイドル業界ですが、現在ではグローバルな視点からの活動が求められるようになっています。これは、K-POP が世界的な現象となり、 日本や中国をはじめとするアジア諸国でも同様の動きが見られるようになったことに起因します。特に、若い世代にとっては、アイドルの存在が単なるエンターテインメントにとどまらず、国際的な文化交流の象徴となりつつあるのです。しかしながら、こうした国際的な活動の増加は、新たな課題をも生み出しています。特に、異なる文化や価値観が交錯する中で、どのようにして相互理解を深め、 共存を図るかが問われています例えば、韓国のアイドル文化では、ルックスやスタイルが非常に重要視される一方で、日本のアイドル文化では、親しみやすさや努力が評価される傾向にあります。このような文化的背景の違いが、ファン・間の対立や誤解を生む原因となることがあるのです。また、今回の比較いじりが示すように、 SNS 上での軽率な発言がグループ間の緊張を高める要因にもなり得ます。特に、異なる国籍や文化を持つアイドルグループ同士が共演する場面では、ファン同士の競争心が高まりやすく、それが時として過剰な反応を引き起こすことがあります。これは、単なるエンターテインメントの枠を超えた、より深刻な社会問題として捉えるべき課題であり、エンターテインメント業界全体として、 より建設的なファン文化の醸成が求められています。さらに、今回の騒動は、エンターテインメントにおけるルッキズム、外見主義がいかに深く根付いているかを再認識させるものでもありました。ルッキズムとは、外見がその人の価値を決定づけるという考え方であり、特にアイドルやモデルのような職業においては、外見に対する評価が過剰に行われる傾向があります。しかし、このような価値観は、 彼らのパフォーマンスや努力を軽視する結果を招くことがあります。実際、ナンバーアンダーライン愛のメンバーは、韓国や中国のアイドルグループと比較される中で、外見に関する批判を受けることが多いですが、彼らの魅力はそれだけではありません。彼らが持つ独自のパフォーマンススタイルや音楽性は、多くのファンに愛されており、特に日本国内ではその人気は絶大です。それにもかかわらず、 外見に対する過度な注目が彼らの真の実力を覆い隠してしまうことがあるのです。このような状況を改善するためには、まずファン自身がアイドルに対する評価基準を見直す必要があります。もちろん、外見が重要な要素であることは否定できませんが、それだけがアイドルの価値を決定づけるものではないという認識を持つことが大切です。彼らの努力や成長を正当に評価し、 彼らが持つ多様な魅力を尊重することが、より健全なファン文化を築くための第一歩となるでしょう。さらに、エンターテインメント業界全体としても、外見に依存しない評価基準の確立が求められています。特に、アイドルやアーティストが持つ多様な才能や個性を尊重し、彼らの魅力を多角的に捉える視点が必要です。これにより、ファン同士の対立を避け、 より豊かなエンンンターテインメント体験を提供するることができるできしょう最後に今回の比較いじりに対する批判は SNS 上での言葉の力とその影響力について再考する機会を提供しました SNS は誰もが自由に意見を発信できる場である一方でその言葉が持つ影響力は非常に大きいです匿名性が高いために 軽率な発言や他者を傷つけるようなコメントが簡単に拡散されてしまう現状は、社会全体として見過ごしてはいけない問題です。特に、若い世代が SNS を通じて形成する価値観や意識は、その後の人生に大きな影響を与える可能性があるため、適切な教育やガイドラインの整備が急務です。以上のように、今回の n h k ミュージックエキスポ2024での出来事は、 現代のエンターテインメント業界におけるさまざまな課題を浮き彫りにしました。一方で、それはまた、国際的な文化交流や相互理解の重要性を再認識させるものであり、アイドルグループが持つ可能性を広げる機会でもありました。私たちがこの出来事から学び、より良い未来を築くためには、外見や表面的な違いに臭われず、彼らが持つ本質的な魅力を見つめ直すことが求められています。そして、 SNS やメディアを通じて、より建設的なファン文化を育む努力を続けていくことが、今後のエンターテインメント業界の発展につながるでしょう。